ツールドネッキタテを始めます。今回使うのは丸山の水切り機、仮面ライダー車輪があって、ここに水を切るハイド板がついています。ハンドルは効きません。まっすぐ行くしかありません。体を傾けたり足でこうやって持ち上げたりして向きを調整しないといけません。で、最近だと他の、このメーカーからも出ているのか、ハンドルが回る、普通の自転車のようにハンドルが効くようなタイプも出ているそうです。来年あたりはそっちに買い替えようかななんていうふうに思ってます。だんだんとこの機械も買ってから10年ぐらいしてるので、このハイド板なんかも減ってきて、そろそろ交換の時期です。で、椅子の高さはここのネジで変えられます。で、ハンドルも変えられます。ただもう少しポジションがもうちょっと前の方が良かったかなっていうふうに思います。で、これも好みなんだと思いますが、自分はこれぐらいの低さでやっています。サドルの部分が少し太い、なんでこのお股がちょっと痛くなります。ここなんで、もう少しここが細い方が乗りやすいかななんていうふうに思います。まあ最近のモデルはその辺は改良されてきているようです。重さは20キロちょっとです。どうしても田んぼのドロドロした足場の悪いところで持ち上げる必要が出てくるので、この重さ少しネックです。特に田んぼに水を入れないで作業してしまうと、この辺に全部泥がついてとんでもなく重くなるので、田んぼの中には水を入れて作業します。じゃあ作業する前にメンテナンスでこのギアオイルを交換したいと思います。買ってから1回しかしてないので、中はどうなってるかちょっと不安です。で、このギアオイルは特殊なオイルで、メーカーから出ているこういう風な特別なオイルを使います。じゃあオイルドレンを開けていきます。よし、はい、じゃあ作業していきます。うちでは水切りを1回だけします。中干しの始め1回やって、ある程度固まってきたら仕上げにもう1回だと、すごく綺麗に溝が切れるんですが、なかなか労力的にも大変なので、できるだけ1回でやりたいと思います。中干しして10日ぐらいが経ちました。ある程度この田んぼは固まったので、こう歩いてもそんなに抜からないぐらい、去年転作だったんですが、水を外してある程度固まったら、今度は水を張って水切りを始めます。この辺では水切りのことをネッキタテと言います。ネッキタテなんでそういうのがわからないですけど、ネッキタテと言います。もし語源を知ってる人いたら教えてください。水切りは何でするのかというと、田んぼの水の出入りをスムーズにさせるためです。低いところに溜まった水はずっとやっぱり溜まりがちになるので、そこに水を切ることで、水口の方に水が流れて
行くようになります。水をかける時もこの溝を伝って田んぼにスムーズに水がかかるようになります。で、この溝から溝の間隔はだいたい5メーターぐらい、田んぼによりますが、まあ、水が溜まりやすいところはもっと多いし、そんなに水を切んなくていいなというところはもっと少ないという風な感じです。だいたい5メーターに1本ぐらい、うちでは水を切っています。一回ぐるっと周りを半時計回りで回ったら、あとは真ん中を何本か立てていきます。そして旋回させるときは、お、風まで来ました。ここから感じで、こういう感じで入れていきます。では溝切り作業が好きだといううちの奥さんに溝切りをやってもらいます。じゃあエンジンかけて。はい、頑張って。エンジンは最高な、エンジン最高。おっと、動かないぞ。完全にまっすぐはいかなくて、機械の癖があって、まあ、調整もできるんですが、若干左に傾くんですね。なもんで機械が左に傾くもんで、体を右にやりたくなるというああいうフォームになります。まあ、ワッシャーなんかで微調整ができるんですけど、正直僕は溝切り作業はあんまり好きではないんですが、うちの奥さん、この微妙にダサい乗ってる姿がなんともいいらしくて、この作業が好きだそうです。まあ、確かに、まあかっこいいのかと言われれば、まあ仕事なので、そこはかっこよくはなく、まあ、どちらかというとちょっとかっこ悪いかもしれませんが、まあ、これも仕事なんで頑張ってやるしかないですね。こうやって見てみるとなかなか哀愁漂う姿かもしれません。この微妙に座る位置だったり体重のかけ方で全身のしやすさが違ってくるので、意外とただ乗ってればいいというわけでもないのが難しいところです。ちょっとサドル高めにしてたのが乗りづらいのかなと思うんですが、はい、ご苦労さんです。どうだった？疲れたし、タイヤが曲がってるからとてもやりにくかったです。これタイヤが曲がってんじゃなくて、この取り付け部のボルトのところにワッシャーを挟むことで、これで少しハイドバーンに角度をつけて調整するんだけど、その調整すると逆にそっちに曲がっていってしまうという、まあ、調整の仕方は悪いんだかもしれないんですけど、
まあ面倒くさくなってこのまま使っています。はい、じゃあ次はこれ三角砲、これを使っていきます。この今溝を切ったこの継ぎ目のところにどうしても泥が乗ってしまって流れが悪いので、その泥を取り払わないといけません。そのつなぐ作業の時一回一回曲がって手で取るとなかなか大変なので、これを使ってます。どうしても70株で植えるとちょっとかわいそうなんですが、少し踏み潰してしまうところが出てきます。前はこの機械の来るところをもともと植えたやつを取って道を作っていたんですが、最近では大変なのでこのまま突入していきます。ちょっとかわいそうな感じはするんですが、まあ、できるだけ潰さないように気をつけてやってます。あと溝切り作業してると田んぼの中の状態が観察できるので、それがいいところかなというふうに思います。あ、こんなところに草が生えてるとか、あとは土が少し湧いている、ガスが湧いているなとか、そういう生育の状況も中に入ることで観察できます。結構遠くからだとなかなか中の様子が見えないので、なかなか中にわざわざ入って見に行くなんていうことはよほどのことがないとなかなかしないので、この観察するにもいい機会かなというふうに思います。